皆さんこんにちは、FLHQ ファーストアンドライトヘッドクォーターズの、ダンゾーです。この YouTube ではアウトドアのさまざまな、ギア、テクニックあるいはフィールドレポートなんかを皆様にご紹介しようかなと思って番組を始めました。よろしくお願いいたします。初回は前回お送りしました、ロープの結び方ですね。ロープワーク、それのまずはロープの末端をどこかに固定するための、部分を、シンプルに一番シンプルな形を、ランヤードノットっていうものを、ご紹介しましたが、今回はそのティンバーノット、わかります？ティンバー、木こりですよね。日本名で言うと、ねじり結び、ねじっちゃうんだよ。で、なんでそれが結び方なのかっていうと、その結びね、ノットね、そういったものはね、どういう原理かっていうと摩擦なんですよ。ロープを、その摩擦抵抗でね、それとその方向性、結びのその特徴によって、しっかり固定できる、あるいはその方向性を一つ解放することによってパッと解ける、素早く結び素早く解く、それがアウトドアで必要なスキルでございますよ、ね。ちょっとじゃあ早速ね、そんなダラダラと話してるんじゃなくて、技やれよって話だね。にゃーだからね、やるよ。はい、ちょっとじゃあ、ティンバーノット、まずティンバーノットはね、木こり結び、ティンバーは木こりです。聞いた話によるとね、北欧かなんかの木こりですね、木を切り倒すとき、ティンバーなんてね、掛け声をかけるそうですよ。ね、日本だと、倒れるぞーなんてね、言うのかな。ティンバーね、行きましょうよ。ティンバーノット。そう。ロープの先を、木にくくりつける。で、これはねじって止めるんでね、後でこう見ればわかる。ので、ある程度その木との摩擦も必要なんですよ。なので、鉄とかすべすべした表面でねじった、そのロープのね、摩擦っていうのはあんまりちょっとないので、あくまでも、木にロープを、くくりつける結び方になります。ね、まあ、使うのはちょっとだから、木を結ぶんでね、ロープちょっと長めにしようかな。ね、いきますよ。はい、この椅子、ね、木です。はいはいはい。はいはいはい。簡単です。そのまずロープね、こういきますよ。回します1本で、ある程度の長さにして、ここで、上からでもまあ通します。はい、わかりますか？見えますね。あ、見えるかな。ね、ちょっと下に乗りとこうか。はい、これでわかるかな。はい、いきますよ。ロープを木に巻くね。はい、折り返す。折り返したらねじる。で、このロープも、このナイロンのロープは滑りやすいんでね、しっかりねじっとかないと。これがまあ麻紐だったり、荒縄だったりするともう少し効きがいいですね。これねじっちゃうんです、このねじりです。で、これをかしめるんですね。かしめます、ね、これでこの時にしっかりと木に固定できる。で、これでいいんです。これで終わりね。簡単でしょ。解く時も簡単で、そうだね、ちょっとこのロープをどういうふうにこう使うかというと、例えば
丸太に縛り付けたりするんですけれども、まあこれでちょっとロープを長さ足してみようかな。少し一重継ぎ、はい、で伸ばして、これはテンションが緩むとこうやってほどけちゃう、それぐらい簡単だけど、ほどきやすいっていうのがコツ。わかりますか？ほどきやすいのがコツ。はい。ね。で、これを上に持ってく。で、そして、引っ張る方向にちょっとね、固定してあげるんです。で、いきますよ。これを、要は、拾った丸太、や、焚き木なんかをね、持ち運ぶとき、ここに8の字かなんかで、ループを作りましょうか。先に、これも前回やりましたね。はい。これをつけて、これで引っ張るんですよ。はい。どうです？太い丸太も引っ張れるってことですね。はい、できました。で、もう一ついきますよ。まあ、こういう木がありますね。木がある。そこに、よいしょ、ね。はい、タープのエンドでしょうかね。エンドを。はい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 。これ止めてます。ね。これを外す。伸ばしちゃう。ね。で、これを、こういったところに、木に結びつける、なんていうのもいいですよ。タープのエンドを巻き結びで留めるっていうのも有効です、実は。で、この巻き結びはほどけやすいので、クライミングとかのテクニックでは絶対使っちゃいけないですね。はい、わかります？要は人の荷重とか、いきなりその生荷重ではない荷重がかかる。ナイロンは、のロープというのは、滑りやすいので、抵抗が短いですからね、こうかしめていっても、しっかりと、まあ、今で、1,2,3,4,5。まあ、7、8回やっといた方がいいかな。まあ、いいや。6回ぐらいです。はい。わからないかな。見えます？ちゃんと。巻き結びで止まってます。ティンバーノットね。で、要は、この先ね。はい。これで、引っ張って、テンションを変えればいいと。はい、そういうことです。ということで、今回は、ロープのエンドを、木に固定するやり方。ティンバーノット。ティンバー！にゃーお。にゃんにゃん。またよろしくお願いします。グッ。